私が学生時代力を入れたことは、その TOEIC を375点から。英語の先生の面接であれば丸かもしれないけど、仮架空の大手 IT 企業だとしたら×ですね。一人でやったと思い込んでるけど一人じゃないんですよ。どうもしゅんです。こんにちは。今回は就活相談企画ということで、実際の就活生と南さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。どうも南です。こんにちは。今回実際の就活生の悩みを優しく寄り添って、かつね本音でね語っていけたらなと思います。神田外語大学外国語学部英米語学科3年次の大野パスです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。簡単に今の就活の状況をお聞きしてもいいですか？今は夏のサマーインターンの方にレシートを数社出して、それが落ちてしまったので選考なしの方のサマーインターンシップに参加する状況です。いつ就職活動を始めたんですか？具体的には5月頃から始めて、それがだいたい自己分析から始めて、いろんな会社さんの説明会に参加させていただいた状況です。だいたい3ヶ月ぐらい就活を始めて経ってるっていうことですね。じゃあ今行きたい業界とか行きたい企業とかってあるんですか？具体的には IT とコンサルと商社の方を業界的には見ていて、外志望は具体的には大手の IT 企業の方に志望しています。就活の悩みの方を教えていただけたらなと思います。自分の学歴化っていうものが、今挙げてるものがその個人で成し遂げたものっていうものしかなくて、しかもその中で力を入れていたものが TOEIC だったので、そこでの経験しかなくて、集団で何かを成し遂げた学歴化がないっていうのがまず一つの悩み。今実際に大野さんが行っているガクチカをちょっと1分ほどでお話しいただきたいなって思ってます。私が学生時代に力を入れたことは、その TOEIC を375点から795点まで引き上げた経験です。当初入学して私がすぐに受けた TOEIC の点数は375点だったんですけれども、そこでクラスの中で自分が低かったっていう劣等感を感じたっていうのと、あとその将来その自分が英語を使って仕事をして活躍していきたいっていう思いがあったので、まず750点の獲得を目標に勉強していました。その中で2点課題があったのですが、まず1つ目がその英文を正確にかつまたその早く読む能力で、2つ目がその英文を読んだり聞いたりする際に頭の中で流暢に英語を変換をするっていうためのその語彙力っていうのが足りてないと思っていました。その最初の英文を速読するっていうところに関しては、その量っていうのと慣れが必要だっていうのは自分は感じていたので、公式問題集を買ってそこの中で品詞だったりを色分けして文法をきちんと頭の中で整えるようにしました。語彙力に関してはその本番の音声をしっかりと使用して、聞いて暗記をすることによって、その英語を瞬時に思い出すことができるようにその瞬発力を養いました。この結果、その読むっていうのと聞くそのリスニング・リーディング能力の双方にアプローチを行ったことによって、ほとんど倍の点数である目標も超えて795点という点数を達成することができました。じゃあ南さん、今の自己 PR 良いか悪いかお願いします。はい、でん、×です。なぜかというと、大前提として英語ってツールなんですよ、道具なんですよ。だから英語を使って何をしたのかっていうのを聞きたいわけですよ。英語を頑張って TOEIC の点数上げましたで終わりだと、道具を手に入れて終わりですみたいな感じなので、本質ではないなって思ってしまう。なんで英語の先生の面接であれば丸かもしれないけど、仮架空の大手 IT 企業だとしたら×ですね。英語を使っていろんな人とコミュニケーションを取ってもらうとか、英語を使って最新のテクノロジーのインプットしてもらうとかいうことができれば、そこにつながればいいんですよ、ね、だけど英語の点数だけ上げましたで終わっちゃうと、それはもうガクチカになってない。こっちが採用する上では強みを買うわけですよね。その買う時の強みがわからないって感じかな、伝わってこない感じでございます。400点を上げるという行為はすごいいいなと思ったんですけど、過程の部分は PR になるけど、その先に何をしたかっていう部分がちょっとあると抜け落ちすぎですね。せめて短くてもいいから2言3言ぐらいは入れてほしかった。英語を使ってどうしたいのかとか、英語を身につけた結果どうなったのかとか、そういう視点がないと、一言でも入ってるだけでも視点があるんだなって分かるので、視点がないってなると、あ、この人は手に入れて終わりか、手に入れて終わりってことは入社して満足する人タイプの人かなみたいなっていう風に思っちゃう。面接とかだとチームで
成し遂げたことは何ですかって聞かれたりとか、まあ、会社に入ったらチームで行うことが多いので、その協調性みたいなところを見られがちだと思うんですけど、そのあたり南さんいかがですか。実際本当に一人でしたか、誰も巻き込まずにやってましたか。例えば、誰かに目標を宣言して一緒に勉強したりとか、誰か師匠がいてその師匠からいろんなことを盗んだりとか、期限を短く切って今週はこれをやろうとか来週これやろうとかっていうのを誰かとコミュニケーションを取りながら進めていったりとかっていうのってなかったですか。誰かっていう面で言うと、専門学校の授業を担当してくださっていた先生だったり、はい、そのイベントがあってイベントについて行った際にそのきっかけを持った先生とかで授業の放課後に頼みに行ったりっていうので、個人的な数人の先生とは教えてもらったりはしていたんですけど、その友人っていう面で言うと教室内にいたっていうのはあったんですけど、自分より能力が高い人にどうやってるのっていうふうに聞いたりはしたんですけど、はい、一緒にやろうっていう意識はあまり持ってなかったです。おそらく先生と友達という両軸で人と何かを一緒にっていうのは多分やってると思うんですよ。でそれが言語化ができてないだけであって、先生に対して先生も例えば勉強態度が全くなっていない人とかやる気がなさそうな人って教えたくないじゃないですか。大野さんの情熱と夢と目標があったから、その目標に対して応援したいと思ったからサポートしてくれたわけじゃないですか。っていう時点で自分の思っている考えとかビジョンを示すっていうんですけど、そのビジョンを示すこと行為で人の行動を変えるっていうことをしてるんですよね。でそのビジョンを示して人を動かすっていうのって、サラリーマンで大手大企業行ったとしても自分で起業したとしてもどっちの道だとしても必ず必要なことなんですよ。今我々はとか僕はこういうところを目指していて、そのためには逆算してこういうことが必要だから、だから今こういうことを手伝ってほしいんです、お願いしますっていうふうに言う力、この力って一番大事な力なんですね。そういうことを発揮できてるので、だから一人でやったと思い込んでるけど一人じゃないんですよ。だから巻き込んで何かやってた方がやっぱ会社入ってから、まあ、再現性ありそうだなとか、同じように巻き込んで活躍してくれそうだなと思うっていうところがより良くなるポイントというか、なので大野さん今一人 のエピソードだと思ってたけど、実際は人を巻き込んだエピソードの伝え方にすれば全然印象が変わるっていうことですね。そうです。ちなみに400点をどうやってトイックで上げたんですか。一番効果が良かったこととか。専門学校で開いて任意の勉強合宿っていうものがありまして、リーディングとリスニングを本当に徹底して朝から夜までやるっていうのがあって、その中で行ったトレーニングで、まずリスニングの点だとその暗唱っていうのがあって、覚えてその目的っていうのが頭の中で英文を留めて効率的に頭を動かせるようにっていうので暗唱をやるんですけど、まずそれが一つ大きかったっていうのと、あとはリーディングの点だとその英文を読んだ数っていうのがまず大きいなと思っています。慣れっていうのがまず一番大きいと思うんですけど、量を必ずこなしていくっていうのは必要だなというふうに思いました。まず1個目の合宿の件に言うと、先生と一緒のクラスメイトたちとどういうふうに努力を共にしたのかっていう話をしていくべきかなと思います、はい、で2個目に関して言うと、インプットって多分アウトプットの機会がないとモチベーションが保たないと思うんですけど、アウトプットの機会って作んなかったんですか。聞きながら喋るっていうトレーニングがあったので、正しく聞けないと喋れないっていうコンセプトもその中に一つ組まれてたので、それを真似しながらやっていくっていう点でアウトプットの機会を作ってました。アウトプットの場としてお互いが高め合えるこのライバル的な存在と一緒に努力しましたっていう話とかはいいと思います。そういう話をすると、あ、ほん嘘ついてないなこの人はって なります。実際はなんで英語を勉強しようと思ったんですか。高校生の時に英語の授業で楽しいって思ったのと、一つの表現でもいろんな言い回しがあるっていうのがまずその楽しいと思ったきっかけで、そこから勉強しようと思いました、その英語が好きだっていう理由はいいんですけど、なぜ好きかってところをちゃんと言語化した方がよくて、要は採用する側は入社した後にこの人が不幸にならないかなっていうのがすごい気になるんですね。要は自分 の湧き上がるモチベーションの源泉の部分と自社がやってる事業がマッチングしてるかどうかで、マッチングしてなかったら辞めちゃうじゃないですか。いろいろ研修費かけて時間と労力かけたのに辞められちゃうっていうのが損失が大きいので、マッチングしてるんだよっていうことが分かるように、自分が何々が好きだと、でなぜ好きかっていうところはちゃんと言語化しないと、そのマッチングがしないわけで、こっち採用としても不安になっちゃうので、その不安を取り除いてあげるために、自分のモチベーションの源泉はこれですっていうふうに言語化してください。はい、はい。じゃあ今日の最後の感想を大野さんからお願いします。他人を巻き込むっていうところで、自己分析だったり自分が思い込みすぎたっていうのがまず一つと、口コをパッて話した時にまず面接が今までやってなかったっていうのもあるんですけど、話し足りないっていうのと、何もかも全てその回数だったり質がもう全て足りてないなと思ったので、夏は自己分析とインターンシップの方で励みたいと思います。今インプットしててもしょうがなくて、やっぱアウトプットの場をいっぱい作ったらよくて、友達捕まえてでも面接練習とかをいっぱいした方がいいと思う。ありがとうございます。今回も優しく寄り添っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ということで、みなみさんの SNS は下の概要欄にあるので、よかったらフォローしてください。お願いします。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。
このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。